こんにちは、町山智広です今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしています、えー、1ヶ月のご無沙汰でした、えー、皆さんからのメールがいっぱい溜まってるんで、えー、それにどんどんお答えしたいと思います、えー、特に昔こんな映画をテレビで見たんだけれどもタイトルが未だにわからなくてずっと頭にこびりついてるっていう映画についてお答えします。で時間が余ったらトラウマ映画館を久しぶりりにやります えというわけでね、いろんな人から来てるメールでですね、えー、問い合わせで一番多いのはです、ね、なぜ1ヶ月に1回しかこのポッドキャストは更新されないのかって前は1週間に1回だったんですけども、えー、どうしてかって言いますとですね1ヶ月に1回分のギャラしかもらってないからです。はい、えー、<laughs> 要するにまあ月に4回分払われれば毎週更新します。はい、といととうことでだからもっと聞きたいっていう方はですね、えー、この EnterJAM のまあサイトを主催してるですね会社あの 有限会社クルーズっというところにもっと回数増やせとギャラ払いっていうふうにあのメールしてください,い URL はですね www.pub-cruise.co.jp の,のお問い合わせっていうところに行くとですねえーメールが送れるようになってますねそちらの方にですねもっと回数増やせっていうリクエストをですね送っていただけるともっと回数増やしますと思うんですがはい ということで、どんどんメールを紹介していきたいんですが、東京都在住の福島さんからの、福島健治さんからの問い合わせで、第15回のポッドキャスト、トゥモローワールドの回のえ冒頭の曲のタイトルとアーティスト名を教えていただけないでしょうかということなんですが、これはですね、今かかった曲なんですけど、今回のオープニングにも使ってる曲なんですけども、プログレみたいなんですね、プログレの真似事ですね、ピンクフロイドみたいな。これはですね、ただの えー、音楽を配信しているところがありまして、つまりお金を、まあ、ただったわけじゃないですお金を一回20ドルとか40ドルとか払うとですね、その曲を自由に使用していいっていうサイトがいっぱいあるんですね、フリーミュージックサイトが。で、そこから、あの、買ってきた音楽です。はい。あの、そうしないと、要するに、あらゆる曲がほとんど、こう、要するに登録されてますからね、自分で演奏したところで、要するに、まあ、著作権侵害になってしまうんで、こういうふうに著作権フリーの、 なんかな何か似てるんだけれども、微妙に違う曲っていうのがちゃんとあの売られてるわけですね。それを買って使ってます。はい。だからアーティスト名がないです。はい。これはあのパブリックドメインの音楽です。ということで、福島さん、よろしいでしょうか。はい。で、どんどんえーメールを紹介していきた,い,きたいんですけれども、はい。えっと、斧や、お,おやかな斧や、おっぽのお、尻尾の尾にですね、谷に,にじゅんさんっていう方からのメールですけれども、えっと、 今日は僕が小学校の頃に見た映画でずっと忘れられない映画のタイトルを教えていただこうと思いメールを送らせていただきます。確か1970年代に日曜洋画劇場で見ました。ジャンルは SF です。えー、サイエンスフィクションです、えー。ロボットが出てくる映画で、そのロボットの造形が他の SF のものとは違っていて、頭の部分がテレビのモニターのような形をしています。頭って、あの、ロボットの頭がですね、えー。大きさはちょうどスターウォーズの R2D2 ぐらいです。 宇宙戦争ものではなかったと記憶しています、えー、残念ながらストーリーも他のディテールもすっかり忘れてしまったのですがなぜこの映画がずっとの心に残っているかというとそのラストシーンに子供ながらに胸を打たれてしまったからです、はいえー、それは確か最後に一つのロボットを残して主人公の人間や他のロボットが宇宙船だか宇宙ステーションを後にしてしまうシーンで一つ残ったこのロボットが 次に主人公たちがその場所に戻ってくるまでその場所に生えている植物たちを枯らさないように浄路で水をあげているシーンで終わるのですなんだか広い宇宙に一つだけポツリと残されてけなげに環境を維持しようとしているその姿に泣きそうになりましたあまりにもおぼろげな記憶に基づいた情報ですし「スター・ウォーズ」以降大量に作られた宇宙物がある中でおそらくこれだけの情報ではどの映画のことかお分かりにならないと思いますが そこは町山様どうかよろしくお願いいたしますっていうメールなんですけれども、問い合わせなんですが、これはですね、1972年に作られたサイレントランニングっていう映画ですね。これはだからのスターウォーズより前に作られた映画なんですね。これは確かにあのこのお問い合わせ通りですね、日曜ヨー劇場でテレビで初放映されたんですよ。僕もそれで見ました。はい このサイレントランニングって映画の監督はダグラス・トランブルという人です。ダグラス・トランブルという人は何で有名かというと2001年宇宙の旅のです、ね、特殊撮影 SFX をやったので非常に有名なんですね。まあ、一番有名なのはスターゲート、あの要するにワープ空間にです、ね、2001年宇宙の旅のディスカーバリー号の1人乗りのポッドがです、ね、作業船が、えーまあ、ワープ空間に入っていってですね えー、星が高速以上のスピードで後ろに流れていくっていうシーンなんですけども、あれはまあスリットスキャンっていう技術を使って撮ったんですけど、これ意外と誰でもできるんですね、8ミリカメラがあれば。えー、ただ、発想の、なんていうかね、 いい発想でそれを思いついただけです、<laughs> ものすごく簡単な技なんですけど、あれは要するになんか光に向けてですね何かをズームすると光が後ろに流れたりするんですね、それを使っただけなんですけれど、もそのスリットスキャンを作ったので、このダグラス・トランブルっいう人有名で、あともう一つ有名なのはミッ、未知との遭遇ですね、えー、未知との遭遇はこのサイレントランニングの後に作られたんですけど、スピルバーグの未知との遭遇でのあの、えー、宇,宙船宇宙船というか、まあ UFO を 作ったんであの特撮を作ったんで、有名な人ですね、ダグラス・トランブル。えー、その人がいくつか映画監督として作品を撮ってまして、ですね、えー、それの最初の監督作品が確かサイレントランニングなんですね、えー、このあとブレインストームって映画も撮ってますけれども、えー、ブレインストームっては人間の頭の中を映像化するという、ですね、えー、頭に直接ヘルメットをかぶって、それを映像化するんですね。えー、これはなかなかかすすごい映画だったんですけども あのストーリーがちょっと弱くてですね、えー、映画として当たらなかったんですクリストファー・ウォーケンが科学者でですね、えー、彼の夢っていうのはですね死んでいく人の頭にそのヘルメットをつけておけば要するに死後の世界人間が死んで天国に行くのが見れるだろうということでそれをしようとするんですけどもしそれを要するにそのヘルメットを死んだ人につけたその記録したものをもし自分が見たらですねそれを自分の頭にフィードバックさせたらその人も死んじゃうかもしれないっていう。 えなんていうか危険な実験に挑むって話なんですけど、もこれはナタリー・ウッドが奥さん役で出てて、彼女の最後の作品になりましたけれども、人が死ぬときにこの過去の思い出がこの走馬灯のように巡るっていう,言うじゃないですか、それを映像化するのにですねメモリーバブルっていうのを使いまして、昔の思い出がですね、こう シャボン玉のようになって、ブワーッとこうなんていうか回転しながら迫ってくるとかですね、なかなかすごいんですけれども、これはまあ死んだ人っていうのがいい人だったので、天国に行く映像なんですけれども、もし悪い人だったら地獄に行く映像が見れて、そっちも面白かったんじゃないかっていうのが、ブレインストームっていう映画だったんですが、でサイレントランニングなんですけれども、これはあのこの人のですねえっと小,野さん小野谷さん、小谷さん、小谷さんからの記憶が非常に正確でですね、これは これはどういう話かと言いますとですね、これなんとね、マイケル・チミノがのシナリオを書いてるんですね。マイケル・シミノっていうのは、あの、ダーティハリーのシナリオ、ダーティハリー2のシナリオを書いてですね、その後、ディア・ハンターで大成功して監督としてですね、大スターになるんですけども、その後、天国の門とっていう映画で失敗しましてですね、もうハリウッド映画から干されてしまった監督、マイケル・シミノのですね、終作なんですけれども、このシナリオはですね、近未来にですね、 地球の環境が全部破壊されてしまって、わずかに残ったですね、土とですね、植物とああの少しの昆虫をドームに入れて、地球が環境がひどくなって、ですねそ、その自然が破壊されてしまうので、宇宙に打ち出しちゃうんですね。 で宇宙でその環境ドームみたいな、バイオスフィアってのがありますけれども、地球上で作る、要するに閉じた環境系ですね、生態系をドームの中に閉じ込めて、その中だけで循環させるってやつなんですけれども、それをいくつか作ってですね、宇宙に打ち出すんですね。 でそれを管理しているのが主人公のブルース・ダーンなんですけども、もブルース・ダーンは、まあ、あの頭のおかしな役が多い人ですけれども、えー、ローラ・ダーンのお父さんですけれども、えー、この人はベトナム機関兵でもってですねあの暴れて自殺しちゃうとか、そんな役ばっかりやってる人ですけれども、そのブルース・ダーンが、まあ、ものすごく植物が好きで、それに自分から志願して、ですねその宇宙ステーションに乗って、ですね宇宙ステーションというか、もうそのドームにバイオス宇宙バイオスフィアに乗って、えー、宇宙を旅してるんですね。 ところがですね他の要するに仲間はですねそのか管理官はですねなんでこんな管理しなきゃいけないんだよとか言って宇宙の体で女もいねえしそのなんていうか何も面白いことないしってブツブツブツ言ってるようなやつらなんですよブルース・ダノキは本当に真剣に植物が好きなんでそれに命を捧げているわけですね、えー、で突然地球からですね、えー、もうその作戦はやめ予算がなくなったみたいなこと言われるんですよだから全部核爆弾でそのバイオスピアを破壊して地球に帰ってこいって言われるんですよ そうすると、えー、管理人たちはですねやった、地球に帰れるぞって喜ぶんですけどもそれを聞いたブルース・ターは怒り狂ってですねなんでこの大事な植物を捨てちゃうんだってですね、えー、その核爆弾でその、えー、バイオスピアを破壊しようとする管理人の仲間を皆殺しにしちゃうんですね皆 <laughs> 殺しにしにてたった一人でそのドームを守りながらですね宇宙を旅していくんですけどそのうちに、まあ、あの死んでしまうという話なんですがで死んだ後もですねそのロボットたちが ずっとその植物をというか守り続けて管理し続けてそのまま宇宙の彼方に飛んでいくっていう映画なんですねでこのロボットが非常に不思議な形をしているっていうのはですねこのロボットはですね腰から下がない人が入っているんですよ腰から下がない人要するにまあのスケボーに乗った天使ケニー君というのは日本で昔言いましたけども要するに手だけで歩くんですね 手でこう歩いてって、腰から下がないんで、それをそのままロボットの枠にはめたんですね。だから、あの足がこう2本だけ入ってて、手がないんですけど、もすごく低いんですけども、実はそのロボットの足の中に手が入ってるんですよ。で、ちょこ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 歩いてって、であの腕がビーンって出て、でですねであの水をあげたりするんですね、植物に。で、このロボットの名前がヒューイ・ドゥイ・ルイっていう名前で、あのドナルド・ダックのですおいっ子の3 3人兄弟がいますけども、もあれの名前になってるんですけど、それはどうでもいいんですが、えー、そういう非常に奇妙な映画で、ですね奇妙だなと思うのは、マイケル・チミノらしいなと思うのは、その自然を守るという使命のためにですね人間を殺してもいいって思想なんですね、マイケル・チミノって非常にそのディアハンターとかを見ても分かるんですけども、もすごく死生観がすごく極端な人で、ですね、えー、これはマイケル・チミノらしいシナリオだなと思いますね、普通だったら、あの要するに、まあ、一種の植物基地害なんですね、主人公は。 でもそれを非常にヒーローとして描いてるってのはすごいなと。要するに環境のためだったら、環境を守るためだったら人間を殺してもいいっていうですね <laughs>。そこはまた感動的なんですけど、自然を破壊する奴らよりはロボットの方がいいっていうね、話でね。サイレントランニングっていうのは一体どうしてかサイレントランニングっていうかっていうとですね、サイレントランニングっていうのは潜水艦用語でですね、深く静かに先行せよっていう意味なんですね。音を立てないで敵に見つからないように先行しろっていう意味なんですけども、要するに 主人公のブルース・ダンは、えー、地球からその植物を破壊しろという指令を受けているから要するに地球から隠れてです、ねえー、植物を守るために深く静かに先行していくという話なんですね。 であのこの、えっと、小野谷さんか <laughs> が、えー、感動したと子供ながらに,その要するに宇宙の中でもう取り残されたドームだけは飛んでいくんですよ宇宙の何にもない宇宙の中をブーと植物に満載したドームがでその中にロボットが乗っているんですけども、えー、それに非常に感動したと、えー、おっしゃっているんですけどもこれもう一人、非常にこれに感動した人がいてですね宮崎駿ですね。 で宮崎駿の天空の城ラピュタっていうのはえ地球の上空を飛んでいるそのラピュタっていう,まあなんていうか空中浮遊都市なんですけれどもが植物に覆われててその植物の面倒をロボットが見てると人間はいないのにというシーンがあるんですね。シーンというか大事な一番大事なプロットなんですけれども。 それは完全にこのサイレントランニングに影響されて真似してやってるわけですよで。真似したとか言うと違うって言うんですけど、あのじじいはですね、絶対真似してるわけですけども、まあ、いいんですよ、インスパイアされたから。ね、批判してるわけじゃないんでね、いちいち怒らないようにっていうね、えー、それ天空の城のラクターっていうのは、まあ、このサイレントランニングから生まれた作品ですけどもね。はい、でということで、サイレントランニングです。これは、えー、DVD とかサイレントランニングでちょっと探してくださいということで。 で、次のメールですね。三河本隆さんからのお問い合わせですね。はい。えー、思い出せない映画ということで自分にも、これ思い出せない映画じゃなくて忘れられない映画ですよね。えー、忘れられない映画なんだけどタイトルがわからないって映画ですね。はい。えー、自分もずっと気になっている作品があり、もしも教えていただければということでお願いします。その映画を見たのはもう15、16年前で、 その頃学生だった自分は暇を持て余してテレビ東京が平日午後に流していた映画をよく見ていたので確かそこで見たものだと思います今断片的に残っている記憶を羅列してみます印象としては西部劇っぽい感じだった舞台は開拓時代が終わりかけた頃の西部の街大まかな流れとして前半は悪人が幅を利かせて困っている街に流れ物のガンマンとして主人公がやってきて街の人に頼まれて保安官のようなものになる えー、ところが後半、町にも工場ができて時代が変わりつつある頃になってくると金持ちの資本家と何かの理由で対立した彼を町の人も疎んじるようになり彼も姿を消してしまうその後また時代が過ぎていつしか伝説のようになった彼の家には彼の娘が住んでいる町は資本家が牛耳っていて町の人の生活は前,前よりも苦しくなってしかも誰も資本家に逆らえなくなっている。 そこには帰ってきた彼が彼と勝手の手下を集めて暴れ回って工場を破壊してしまうラストは炎上する工場を背景に、えー、跳ね上がる馬に乗った彼がいたようなシーンだったと思うという断片的な記憶なんですけども、えー、あと覚えていることでですね人をぶん殴ると、ちゃちなアニメで星が飛ぶような、えー、妙な演出があったような気がするということのこの三日とさんからのです、ね、問い合わせなんですがこれはロイ・ビーンという映画ですね。はい これはですねあのジョン・ンヒューストンが監督した巨匠ジョン・ヒューストンですねが監督した1972年の映画なんですけどもあさっきの映画と年は同じですね、作った年は,は。これは非常に変な映画でですねロイ・ビーンというのは実在の人物なんですね、西部にいた、西部劇という記憶だったんですけども、これは要するに西部というのは、全然その警察とかまあ司法が全然機能してなかったんで、各その西部の小さな町ごとにですね、 勝手にその警察官を気取ってたやつらってのがいてそのうちの一人がそのロイビ・ビーンとて男なんですよ。で彼は要するに全然警察官でもないければその弁護士でも判事でもなんでもないのに、えー、突然ですね自分の持っている酒場をなんていうか、ねえー、裁判所にしてですね悪いやつらを。 悪いやつらとされている者たちを裁判にかけてですねで、片っ端から首吊りにしていったっていうとんでもない西部ならではのアメリカならではの実際の話がありましてそのロイ・ビーンを主人公にした話なんですねで。この映画のちょっと面白いところはですね、これシナリオがジョン・ミリアスなんですよ。さっきあのマイケル・チミノーの話しましたけどジョン・ミリアスっていうのはマイケル・シミノーと一緒にダーティハリー2のシナリオを書いた人なんですねで。この人はダーティハリー1でですね、ダーティハリーにマグナムを持たせようということを思いついた男なんですね。 でこのジョン・ミリアスは実はあのジョージ・ルーカスのダチとでで、ね、いうかあの、えー、親友で,で,す、ね、昔で、2人で「スター・ウォーズ」を作る前に地獄の目視録を作ろうとしていたんですよで、地獄の目視録というのはあの偽ドキュメンタリーとして考えていて、そのモノクロの16ミリフィルムで,です、ねえー、サクラメントでいっぱいベトナム系の人たちが住んで,るそので、まあ、んている水田地帯があるんですけども、そこをベトナムに見立てて,、えー、ていうか記録映画のように地獄の目視録を作ろうとしたんですね。 でそのシナリオライターがジョン・ミリアスなんですけども、この人はまあ非常に右翼で、ですね、えー、ちょっとね、タカ派で、ちょっと変な人なんですけども、えー、それでこのロイ・ビーンというのは、まあ西部の話の中で悪名高い男なわけですつまり俺が法律だってって、勝手に人をバンバン殺してたわけで、ただ、ジョン・ミリアスの思想から考えると、それでいいじゃないかという、ですね、えー、ロ,ンビンロイ・ビーン、最高だぜっていうね考えなんですね、これはあの、ダーティハリー2っていう映画の中でですね、あのー 人殺しの必殺置き人白バイ警官隊というのが出てきて、ですねあの法律で裁けない悪人たちを勝手にガンガン処刑してしまうという話があって、それもジョン・ミリアスなんですよ。でジョン・ミリアスの思想の中には、そういうですね、えー、なんていうかこれビジランティズムっていうんですけども、えー、法律が裁けない悪は、えー、なんていうか民間人が勝手に殺していいっていうのがですねちょっとあるんですね、はいで。それがロイ・ビーンという映画には如実に出ているのとその、そういった要するになんていうか西武の無法の時代というものが、その 終わってしまって、非常にそのつまらないそのつまらないって言っとあれなんですけど、正義がその勝手にできない時代、当たり前なんですけど、法律に縛られた民主主義の時代がやってくるってことは、すごく嫌なんですね、ロイ・ビンじゃなくて、ジョン・ミリアさん。ロイ・ビンという映画は、最後に要するに資本主義が入っていって、民主化されて普通の世の中になっていくわけなんですけど、それがむかついてしょうがないんで、ロイ・ビンはですねダイナマイトで。 その石油が出てきて、ですねその街が潤って資本主義化されているその西部の街をですね最後、ダイナマイトで片っ端から吹っ飛ばしてですね廃墟にして終わっちゃうんですよ。 でこれ実はとんでもないテロなんですけども、ジョン・ミニアスの思想から言うと、これは正しいことであると。<laughs> で秩序とか、ね、社会とかそんなもんいらねえんだとで。産業とかいらねえんだ。全部ぶち壊して全部無法の時代に戻せっていうですね、弱肉強食最高だぜっていうのがジョン・ミニアスの思想なんで、ですね、えー、そういう映画になってるのがロイ・ビーンっていうとんでもない映画なんですが。 ジョン・ヒューストンっていう監督はですね、もう巨匠なんですけれども、まあ、007カジノロワイヤルとか、ですね、とんでもないゴミ映画もいっぱい作っているいい加減な人で、ですね、えーまあ、女好きで酒好きでろくでもないやつなんですけども、も、このロイ・ビンを作るときはもう非常に肩の力を抜いて、ですね、そのジョン・ミリアスの思想とかどうでもいいやって感じで、ですね、漫画映画みたいに演出してまして、ですねで、一番印象深いのは、えー、ならず者がやってくると、ロイ・ビンがそれをですね、ショットガンでですね、背中から撃っちゃうんですね。 卑怯者としか言いようがないんですけどもなんか物陰に隠れていきなりその敵を撃っちゃうんですけども撃たれたその敵のですね胸に大きな穴が開いてですねその胸の穴から向こうの景色が見えるというシーンがあるんですよ。 <laughs> なきゃねえだろうっていうね、それだけの,あのえーなん衝撃があったら、その人、反対側に倒れてるわけですから <laughs>、で撃たれて穴が開いてるわけないんでね、ただこれがもうめちゃくちゃおかしいんですけど、マカロニウエスタンの影響を受けてると思いますね。ちなみに、サムライミのクイックデッドっていう映画で、やっぱりあの胸にバコーンと穴が開いて、向こう側の景色が見れるってシーンがありますけど、それはこのロイ・ビーンに影響されたんだと思いますね。ただ、このロイ・ビーンに影響された人はもう一人いまして、 えー、マイケル・ランドンドって人なんですね。この人はあの大草原の小さな家っていうあのシリーズがありました、ね。NHK でずっとやってた、えー、ローラ・インガルスの実話を元にしたテレビドラマなんですけれどもあれのプロデューサー兼監督兼シナリオライター兼主演の,あのお父さん役の人がマイケル・ランドンって人なんですけども まあこの人はあの、えー、いいお父さんの役で、そのアメリカのお父さんの点検みたいなのを演じてましたけど、私生活で女好きで,です、ね、片っ端からあの離婚、結婚繰り返してたろくでもないやつがマイケル・ランドンなんですけども、で彼は実は、この大草原の小さな家ってテレビシリーズ自体の権利を持ってたんですね。ところが、癌になっちゃったんですよ。で、ちょっともう死ぬだろうということになったと。ところが、自分が死んだ後も、その大草原の小さな家っていうのは、他の人たちに作られるのが我慢できないわけですね。 この番組ってのは俺が作ったんだと、俺がゼロから全部立ち上げたんだと、でどうしようと思って、ですね最後はです、ねそのまあ、大草原の小さな家もどんどん時代があの減ってきて、ですねその小さな家だけじゃなくて、町ができて、そのなんていうか、まあ、現代に近くなってくるわけですね、その社会ができて、不動産屋が来て、開発されていくと、で、えー、主人公の,そのマイケル・ランドを扮するお父さんがですね、 その要するに資本家が要するにお金持ちになってその貧富の差が出てくるわけです開拓の機能西部にも。で最後、頭に来てダイナマイトでその大草原の小さな町を完全に破壊して廃墟にして終わっちゃうんですよ大草原の小さな家の最終回っていうのは大草原の小さな家っていうのをその非常に感動して見てた子供たちはみんなびっくりしてですね <laughs> 開拓してその町を作っていく話なのかと思ったのに最後、町を要するに。<laughs> 片っ端か吹き飛ばして、ですね何もかもない状態にして終わってしまって、じゃあ今までの苦労して開拓したの一体何だったんだよって思うんですけど、もまあマイケル・ランドンとしては、ですね実際にそのセットが、大草原の小さなセットそのものを、コっパ道に破壊したんですね、こうすれば続編作れないだろうと、俺が死んでもということで,で、話自体も完全に破壊したわけですよ、こうすれば話が続けられないだろうと。 そんなひどい人がいていいのかってプロデューサーなんですけどもまあ何でもやれってやりたようにやればいいんですけども、それがマイケルランドンって人だったんですがこれは多分ロイビーンの影響を受けたんだと思いますねということであの三日さんからのお問い合わせでしたこれはロイビーンという映画ですはいはいいどんどん行きましょうえ次はですねえっとペンネーム nro さんからのえ問い合わせですねえ私は現在35歳なのですが小学 6年生ぐらいの頃、えー、フジテレビの土曜夜9時から放送していたゴールデンヨガ劇場で、えー、2週にわたって放送された作品です内容は大きなドラム缶のような銀色のタイムマシンで恐竜の時代にタイムスリップして、えー、乗組員が何人かいてその中に頑固な船長みたいな親父がいて、えー、恐竜時代にもともといた原始人のような女かっ原始人なのでうーあーぐらいしか話せなかった にに非常に辛く当たりますと、えー、タイムマシンはタイムトラベル後の着地失敗か何かで故障して修理の最中に恐竜に襲われたりなどして乗組員は減っていきます。で最終的にタイムマシンは治って現代に戻る,戻るぞとなった時にその船長はどういう理由なのか原始人女と恐竜時代で過ごすことになるからお前らだけで帰ってくれと言ってその場に残るのです。で残りの乗務員 乗組員は無事現代へ帰りますという話です。結構記憶違いのところが多いかもしれませんが、この映画のタイトル、よろしくお願いします。ちょうど小学校の教科書に恐竜の話が出てきていたので、先生がビデオに録画してきたものを授業で見ました。えー、という問い合わせですが、この映画はですね、1976年の、えーえー、極低探検船ポーラーボーラーという映画ですね。 これは、えー、タイムマシンじゃないです。はい。ただドラギ、ドラム缶のような銀色のタイムマシンっていうふうに、この NRO さんは記憶してるんですが、これは非常に正しいですね。と <laughs> いうのは、えー、とこれ、極低探検船っていうのは、ポーラーボーラーって言葉の意味がですね、ポーラーっていうのはノースポールで、要するに北極のことなんですね。で、ボーラーっていうのは穴を開ける、ボーリングですね、えー。要するに北極のところに穴を開けていく。 ドリルがついたですね、地底戦車みたいなものなんですよ、ポーラ・ボーラっていうのはあ。ちなみにこの映画ですね、えー、日本映画ですね。アメリカ製作の日本映画で、監督は小谷さんですねあの、ピンクレディの活動台写真を撮ってた人ですけれども、この人はアメリカであの結構評価されてる人なんですね。で、制作はですね、ランキンバスプロダクションっていうところでですね、これはあの、アニメのキングコング。 あの、大きな山をひとまたぎっていうあの主題歌の、あれを制作してたプロダクションで、あれも日米合作だったんですけど、日米合作でアニメーションをいっぱい作ってた会社で、で、それが作った、え実写映画がこの特定探検船ポーラボーラなんですね。で、えこのドラム缶のような銀色のタイムマシンの話に戻ると、まさにドラム缶の、銀色のドラム缶にドリルがついてるだけなんですよ、このポーラボーラ号ってのは。かっこ悪いんですけど、これ特撮つぶらプロなんですね。 でプロ、その頃すごくもう、技術的には、もう、非常にもう、どうしようもなくなってた頃なんで、えー、まあ、しょうがねえかというね、アイゼンボーグとかね、いっぱいありましたけどね、あの、かなり低迷期だったんで、だめだったっていう感じなんですけども、まあ、その、これはドリルがついて地底に入っていくんでね、タイムマシンじゃなくてですね、これ、要するに、北極の地下にですね、 えー、北極の地下だっけ南極の地下だっっけな <laughs>、えー、北極ってのは大陸がないから地下ってのはないんだという気がするんですけども、もはいだから南極なのかなちょっと記憶がは,はっきりしないんですが、まあ、どっちかの地下に入っていって、そこに、えー、ある資源、まあ、石油とかそういったものを探すのがその目的なんですね、そのポーラーボーラ号の。ところはそのお金を出し、出費した、ですねあのそのなんていうか、開発に出費した男は大富豪で、ですね、えー、彼はですね、えー 俳優でリチャード・ブンというのはあの昔あの、ジョンウェイ映画の悪役でよく出てきた鼻のでかい親父なんですけども、も西部役の悪役でものすごい顔してるんですね、鼻がでかくて。でこの人が船長でポーラーボーランに乗って、えー、極地の地下に行くとです、ね、そこは要するに原始時代になっているとで、恐竜がいるんですね、ティラノザウルスが。 でそれは最初からそれが目的で、ですね実はこのハンターなんですね、このリチャード・ブーンとのは、これ、明らかにですねジョン・ヒューストン監督、さっき言ったジョン・ヒューストン監督をモデルにしてるんですが、ジョン・ヒューストン監督っていうのはハンターだったんですね、でものすごくその、えー、ハンティングが好きで,すで、アフリカにゾウ狩りに行ってるんですよで、映画撮りに行った時にですねで映画、そっちのけで、要するに狩りばっかりしたかったっていう男でですね。えー このジョン・ヒューストンのですねあのアフリカ行って狩りして映画とちゃ,ちゃんと撮ろうとしなかったっていう話はですね、えー、クリント・ウィーストウッドがホワイトハンターブラックハートっていう映画で映画にしています、はいえー、それぐらいそのジョン・ヒューストンってう人は変な人だったんですけど、そのジョン・ヒューストン明らかにモデルにしたのがこのポ、えー、ーラ・ボーラの、えーの船長のハンティングに命をかけた大富豪、リチャード・ブーンなんですよね、で要するにまあ地球上のものはすべて猛獣は借り尽くしたと、まあ、あとはもうティラノザウルスを買う。 カルノだけハンティングハントするのだけは夢だっつってですね、えー、そのポーラーボーラゴーンに乗り込んでっていうですね。周りついていくやつはかわいそうですね。こんな、えー、ハンティング基地外にですね。引きずり回されてでところがですね。 でその地球の地下にはです、ね、原始時代が残ってるんですけど、まあ、これはあのジュール・ベルヌの地底探検とかです、ねえー、地底世界ペルシダーっていうまあ小説がありますけども、まあ、あれの仲間ですね、考え方はね、地球の地下には原始時代が残,原始時代が残ってて恐竜がいて原始人がいるっていうです、ねまあ、よくある発想で別に珍しくないんですが、えー、ところがそのポーラーボーラーの原始時代っていうのは上高地なんですね、あのー。撮影を、ロケをどう,もどう見ても上高地で撮ってるんですね、かっぱ橋とかありますけど。 おいおいっていうね、植生が全然原始時代っていうかジャングルじゃねえだろっていうか亜熱帯じゃねえだろっていうね、日本だろこれっていうね、植生で,で、しかもその原始人がみんな日本人なんですね、どう見ても <laughs>。ちょっと待ってって、それで原始時代、原始人がですね、ああうーとか言ってるんですけど、女原始人っていうのが出てくるんですね女原始人って原始女っていうのがよくわかんないんですが、その人、関谷雅美なんですね。関谷雅ミって、実はこれ特捜最前線でですね、いつもあの、 あのテレビ朝日でやってた特捜最前線、ああったあの二谷英明が出てて、あの藤岡弘が出ててっていうあの刑事者ですけれども、あれの刑事部屋にいつもいるあの制服の婦人警官をやってた人はこの関谷真澄なんですね、あの関谷真澄がその特捜最前線で出るようになったのポーラ・ボーラの後だと思いますけど、ポーラ・ボーラは新人でオーディションを受けたんだと思いますけども、も、まあ、ひどいこれ以上ひどい役はないっていぐらい、です、ね、原地人役で、あーうーあうああうがうがうがとか、うおーとか言ってるだけなんですね。 それがなぜかですね、えー、この非常に傲慢なそのハンターのリチャード・ブーンといつ,いつしかでできちゃってるんですね。もういい加減にしろっていう話なんですけども、最後に,まあ要するにあの地上に戻るっていうことになったときに、リチャード・ブーンは、俺はあのティラノザルスを狩るんだつって、だからここに残るつって。 残るんですけど、それどうするんですかっていや、この女とできちゃったから、この女と暮らすから、っつってですね、そのまま残ってしまうというですね、なんなんだこの映画っていうのはポーラーボーラーでね、これはまあ、そういう映画でした。はい。で、タイムスリップではありません。はい。それで、あと、ゴールデン音楽劇場で2週にわたって放送されたっていうのは、これはありえないですね。これ90分くらいしかない映画なんで2週にわたって放送されないと思うんですが、はいで。あと、えー、学校で理科の先生がビデオで子供たちに見せたっていうのもですね、こんな映画見せるなよっていうね、その、なんていうか、 ハンターがていうか原始人とできちゃってとかねそれ子供にどういう説明をするのかっていうのはよくわからないですがそれがポーラボーラでしたって言っている間にですねえーえーもう30分になろうとしているんでまたまだメールがいっぱい残ってるんで次回もメールの紹介をします。やっぱり月1回じゃ足りないよね。